フィリピン人彼女が妊娠した？嘘の見抜き方とは？フィリピン人の愛人から妊娠したと告げられた。妻子があるからパニックになる一方で、本当に妊娠したのか嘘じゃないのかなんて疑いも当然抱く。妊娠したというのは嘘なのか、どうすれば嘘かどうか確かめられる？フィリピン人に詳しい現地在住者がトラブル回避方法を紹介する。フィリピン人パートナーの妊娠が実は嘘、トラブルは回避できる？妊娠が嘘だったとなれば法的に保証の義務はないだろう。しかしフィリピン人の愛人に妻にバラすと言われたり、愛人の兄弟から脅しまがいのメールが来たり、トラブルが起きないとも言い切れない。トラブル回避のためにはやはりフィリピン人の彼女に誠意を持って対応することだろう。不倫関係になったのは自分自身にも責任がある。彼女に対する愛もあっただろう。一方彼女はどうだったのだろう。お金だけが目的で関係を持ったのか、自分に対して愛情を持っていたのか、立ち止まって今までのこと、これからのことを考えてみてほしい。こんな時まずしなければいけないのが落ち着いて冷静になることだ。妊娠を鵜呑みにしてすぐにお金を渡すなんてしてはいけない。関係を持ってから1ヶ月も経っていないのに妊娠したと告げてきたり、彼女の家族までが執拗にメールを送ってきたり、そんな時は嘘を疑った方がいいだろう。実際に妊娠したと言ってお金を要求してきたフィリピン女性に殺伐とした態度で、そりゃ嘘だろうと話したところ、ああはいすみませんとあっさり認めたケースもあるという。どうしても妊娠したと言い張るなら一緒に病院へ行き確認した方がいい。現地の病院の場合、医療水準の問題だとか、医者までグルになって嘘を言うことなんてこともなきにしもあらずだ。日本だとどうか、診断は確実だが、ビザを持たない外国人は健康保険もないだろうから費用はかかる。そこはしかし自分に責任を持つべきだろう。ただ気をつけてほしいのは、お金を渡して解決しても、その後またお金の要求があるかもしれないことだ。こちらがお金を渡して償おうとしたことが、相手にはお金をくれると思わせるという結果になることもある。安易にお金を渡して解決というのは勧められない。フィリピン人は妊娠しやすい体質？それとも？フィリピン女性と日本人既婚男性の子供が10万人、その日本人男性のほとんどがトンズラ。そんな報道を見た。日本人男性は遊びで一度だけのつもりが、そこで妊娠してしまうことは、フィリピン人女性は妊娠しやすい体質なのか。いや、体質というよりフィリピン人の妊娠に対する考え方のようだ。フィリピン人はもともと愛情が深く、普段から愛情表現やスキンシップが多い国民。愛しているならコンドームなしで性行為をするというのがフィリピン人に多い考え方だ。HIV 感染率が高いことや、外国人の子供を妊娠、捨てられシングルマザーになる女性が多いのはこれが理由。ストレス社会で働く日本人男性には、愛情表現に満ち溢れたフィリピン女性は魅力的なのかも。しかし文化の考え方の違いが大きなリスクにつながることも知っておくべきだ。フィリピン人で中絶できる？この国独特の問題とは？カトリック教徒が 80% を占めるフィリピンでは、法律で中絶が認められていない。それもあって10代後半から20代前半で出産する女性も少なくない。友人の話だが、フィリピンの大学で日本語を勉強しているまだ幼さが残る20歳の学生も、すでに子供がいて驚いたと言っていた。親が面倒を見なくても、親族が世話を手伝ってくれる。フィリピンの出生率は日本の2倍以上だ。ただでさえ苦しい生活なのに子供？計画性はないのか。日本人から見れば理解できないことも多い。中絶が認められていないために、レイプなどによる望ましくない妊娠でも産まなければならない。それによって貧困家庭の女性でも産まなければならなくなり、さらに貧困になる。このような問題も抱えている。どうしても中絶したい女性は、アルコール度が高い酒を大量に飲む、違法な妊娠中絶薬を飲むなどしている人もいるが、母体へのリスクはもちろん、奇形児が生まれるなど胎児へのリスクも高い。まとめ、フィリピン人にとって真実、嘘をつかないことはそれほど重要なことではない。目の前にある自分の幸せ、自分の気持ちに価値があるのだ。フィリピン人と付き合うにはこれを知っておいた方がいい。子供ができることにも、できた子供を育てたり中絶したりすることには必ず責任が伴う。
それを自覚して行動することが大切だ。そして問題が起きてから対処するより、問題が起きる前にどんな問題が起きるか想定して行動するように心がけたいものだ。自分自身、アデルとの関係をもう一度見つめ直そう。フィリピン人と結婚するのがなぜなのか不思議で仕方がない。そんなことを言っていた松本も、可愛いフィリピナーの妻に。俺と同じマザコンの彼も母性本能にやられたか。